翌朝練習行こうとしたらクビってなった。バスケットに出会ってなかったらこういう経験だったり勉強させてもらえなかったし、あの身長で NBA に最初に到達した、アメリカに挑戦した一人として自信にもなったかなと。前例を作ってくれて、あ、自分もこうなりたいというふうに思ってましたね。NBA に挑戦しております。基本コテンパンにされてたの、バスケに 100% というか。年は取ってしまうもんなので。タモさんいつ引退するんですかっていう。楽しいっていう感覚はちっちゃい頃からずっと変わってないんじゃないですかね。田臥勇太選手を見て真似できるとかはございません。あの身長で NBA に最初に到達した日本人初めてというのはやっぱあの人なわけで、バスケをやってない人でも名前を知るぐらいなんか本当に当時あの有名だったって話も聞きますし、僕がねアメリカに挑戦した一人としてサイズもそんなに変わらなくコートに立ったということで、自分の中でも自信にもなったかなと思います。この舞台に日本人選手がやれてるんだっていうのがもう衝撃というか、本当にすごい感動したのを覚えてて、で僕もあの時 NBA を夢見てたあの、まあ、少年ではあったんですけど、彼が前例を作ってくれて、あ、自分もこうなりたいっていうふうに思ってましたね。子供の頃から本当憧れして夢の舞台だったので、体育館に行って練習着もらえただけでも興奮しちゃいましたね。あの喜びっていうのは今でもやっぱり忘れられないというか。田臥さん、本日は、何をしに来たかというと、田臥勇太は NBA に挑戦しております。はい、基本コテンパンにされてたので、こんなパス見たことない、こんな激しい当たりされたことない、今までとは次元が違ったので通用してなかったです。 NBA のロスターって15人なんですよね。徐々に一人一人切られていくわけですよね。アスリートのトップのトップの世界の厳しさを見たところもありますし、その切られ方とかさよならも言うチャンスもないわけですよね。明日どうなってるか分かんない世界なんで、とにかくチームに残るために毎日必死に練習して生き残って、もう余計なことは考える余裕もなかったです。翌朝練習行こうとしたらクビってなった。予定外っちゃ予定外になっちゃいましたけど、まあ、これは現実だししょうがないなっていうのが あるし、そこまでネガティブになってないし、まあ、危機感感じてますけど、まあさっきも言ったように、こうなったからこそまた次のステップがすごく大事だと思うし、まあこれはこれで経験として、うん、受け止めようかなと。一日たりとも無駄にせずにね、準備をしなきゃいけないと思います。やるべきことやる、自分でコントロールできることをしっかり 100% やる、ポジティブにいることの大切さ、まあ、そこは経験としてスルーできてた部分ではあると思います。もちろん不安になる時だって大丈夫かなとか当然あったし、でもやっぱあの NBA の練習場に行けば興奮するし、だから挑戦しに来た、さらにやりがいを感じましたね。日本のバスケットボール界にすごい影響を与えてくれた方なんで、レジェンドじゃないですか。ボール一つがあってみんなであのバスケットに入れるために
入れさせないためにいろんな人が関わってる、面白いなって、不思議だなってすごく思いますね。あの人がすごいなと思うのは、まあ、やっぱ勝負どころでの落ち着きと、目に見えないというか数字に出ないところ、一本のファーストブレイクとか一本のスティールとか、緊迫した場面でのそのルーズボールとか、人があんまりやりたがらないこと、一見多分そのシュートを入れてヒーローになればものすごい気持ちいいんだろうけど、そういうことではない、もっと誰も見てないとことか、さらにボールが入りません。林のところ田臥奪います。あんなスターでもそういう、なんて言うんだろう、落ちてるゴミとか拾ってると思う、多分本当に曲積んでないとああいうボールが落ちてこないと思います。僕は仕事しますね、やっぱチャンスあると。僕を生かしてくれるフォーメーションとかも結構多かったんですけど、欲しいタイミングで全部来るし、まあ、相手が気抜いてる時に出すパスっていうのがやっぱ田臥さんの一番の武器だと思ってるんで、まあ、本当に自分の持ってる力を最大限に生かしてくれたんで、また一つレベルアップした自分に出会えた瞬間でもあったと思ってます。少年代来の優勝。年を重ねて40代ってなった時にやっぱりこうプレーだけじゃなくて、どうチームのために貢献することができるか、経験を重ねるっていうことなんだなっていうのも学ぶことができてるので、変わってくるものなんだなっていうのも感じてますね。やっぱりよりこう選手の気持ちも分かってる人だし、ヘッドコーチと選手の伝達役みたいなのがいなくなって、そういうところで助けてもらってるのは田臥選手ですかね。まずシュート、まずシュート来たの。いつ引退するんですかっていうのが、どの選手もどんなスタッフにもどのバスケ関係者にも言われるんですけど、僕はもう勝手に答えないんですよ。いや引退しないよっつって。あの年になっても、まあ、自分のプレーングタイムを云々抜いたとしても、それに対する準備の時間を絶対に惜しまないし、それは何でですかって紐解いた時は、やっぱりバスケットボールが大好きなんだなっていう気持ちなのか体なのか、どういう変化だったりがあって辞めるってなるかっていうのは、まあ、その時が来たらそう考えようっていうタイプなので、今はまだまだやっぱりバスケットがやっててもう楽しくて仕方ないので、その1年でも長くバスケットをやり続けたいなっていうふうな思いの方が上回ってます。はい、お願いします。年はね、取ってしまうもんなのでなんかそれを全然ネガティブには捉えてない。それには対応したいというか、体も動くようにしっかりとトレーニングだったり練習だったりメンテナンスだったり続けてるし、まあイコールね、バスケットをやり続けたいから、バスケに 100% というか、生活の全てがもうそのバスケットボールのために全て動いているっていう形で、年寄りだからちょっと練習できないんじゃないかとか、今そういうイメージとか湧くかもしれないですけど、誰よりも準備してますし、誰よりもパフォーマンスを出すように日々成長しようとしている部分があるので、挑戦し続けてるっていうところを本当にサポートしたいなと思います。もう NBA とかそうやって経験して、いつどこでどういうチャンスが訪れるか本当に分かんないんで、そのためにはもう本当ひたすらできることを準備する、
今になっても同じで、そういうチャンスがなかったとしても常にパフォーマンスを理想としているものに近づけたいと思います。アメリカ行きをこうも決断した後で、すごいネガティブな声っていうか、まあ、アメリカは絶対行かない方がいいとか、もうどうせダメになって帰ってくるみたいなことすごい言われてたんですけど、アメリカ行きの決断はもう大正解ですと田臥選手が言ってましたっていうのを本当にすごい救われたんで、だからそれ以降もポジティブで入れたのは、まあ、本当に彼の言葉があったからかなと思います。苦しい状況だからこそ意味があると思ってる人間、それがやっぱトップアスリートなんではないのかなっていうふうには思ってます。バスケットをしてなかったり出会ってなかったら、こういう経験だったり勉強させてもらえなかったし、人との出会いっていうのもやはりなかったと思うので、だからこそなんかこうバスケットに対して感謝の気持ちだったり真摯に向き合わなきゃいけないっていうのは、もう本当にやり続ければ続けるほど強くなっていきますね。バスケットが楽しいって感じたのは 7,8 歳の頃にボールを触ったあの感触だったり、ドリブルしてる音だったりとか、そういうのがきっと心地よかったんだと思いますね。練習に行ってみんながああいうワイワイしてるというか、みんながいろいろそれぞれなんかやってる雰囲気だけでも心地よいというか、バスケットが楽しいっていう感覚はちっちゃい頃からずっと変わってないんじゃないですかね。常にバスケットしたいですし、みんなと一緒にバスケットしたいっていう気持ちはもう変わらないですね。ゆうたくんも後で見るよこれ多分。見る見る。うん。気があったんだな。10年後に見ても全然楽しいっすよ。ね。若いっすみたいな。若いっす。まだ頑張ってます。